気を取り直して宮崎県沿線のリサーチを開始。駅ってありますか。まあ持ち丸ぐらいでしょうかね。持ち丸駅ぐらいですか、ね、持ち丸駅。探索するには青井岳駅じゃないの。青井岳。青井岳。あそこもいいね。大河原駅もいいね。大河原橋があるからね。いろいろ聞いて決めたのはこの駅。着いた。お、くれえぞここ。マジかよ。宮崎県。バイバーイ。電車いなくなったんだけど。宮崎県持原駅。あえて田舎を選んだはずだが。暗い。え、マジで？何これ？そこ田んぼじゃん。え？この、え？本当に？周囲200メートルに民家一つない宮崎県持原駅。なんとここでは人の数より牛が多い。およそ5600頭余りが食用、乳牛用として育てられている。果たして真夜中の牛たちはどうしているのだろうか。どうなってんの？想像以上の暗闇に思わず。はあ、カルチャーショックな感じ。しかし、じっとしているわけにもいかない。とにかく全身あるのみ。ああ、そう。もう来たか。マジこれ、すげえとこ選んじゃったな。いや、マジ不安なんだけど、これ。やばい、これ一歩外れると全部何もなくなっちゃうんだ。人がいないよ。おーい、誰もいねえ。てか何もない。進むこと30分。くせえ。なんかなんだこれ。あー、強くなった。なんかさっきより匂いが。暗闇では匂いにも敏感になるようだ。家？家なんだ。こんなでけえ家ねえな。なんだ。果たして匂いの正体は。あ、くせ。お邪魔します。うわ、なんかいる。何これ。これぞ名物宮崎牛。しかしロバ。ロバ。ロバいねえよ。ロバいねえだろ。うーん、うわ、びっくりした。牛だ。もうといえば牛。松潤も今夜最初の出会いにまずは挨拶。餌だぞ。すると、うんこだ。うまく返された。もっとコミュニケーションをな。なんだこれ。尻尾だ。しかもうんこ踏んだ。まさに踏んだり蹴ったり。失礼します。真夜中の牛は不機嫌だった。